ケテワン・ゲオルギー・エブナ・ゲラーゼは、ソビエト連邦の政治家、ヨシフ・スターリンの母親である。彼女の名前はロシア語で、エカテリーナ、ケケという愛称で呼ばれた。1858年、当時ロシア帝国の支配下にあったグルジアで、グルジア正教会の濃度の家庭に生まれる。父親のグラフ・ゲラーゼが若くして亡くなり、一家は常に貧しかったが、母親は娘を、 読み書きができるようにした。エカテリーナは16歳の時にビッサリオンジュガしシビリと出会い結婚。1876年に最初の子供である男児、ゲオルギー、翌年に男児ミハイルを産むも創生する。1878年12月18日、3番目の子供としてヨシフを産む。エカテリーナはヨシフをソソと呼んだ。夫のビッサリオンは 常に酒に酔っており、しばしば妻と息子を叩いた。ビッサリオンがエカテリーナを叩いた時、彼女は時折反撃した。家族を残して家を出たビッサリオンは飛びりしに移住した。自身と息子を支えるため、エカテリーナはどんなつまらない仕事主に家事、裁縫、洗濯もやった。エカテリーナはしばしばゴリに住む裕福なユダヤ人の家で働き、その家には息子のヨシフも 時々連れて行った。ヨシフは利口な子供であったと言われており、ヨシフに勉強を奨励し、金と本を与えたダビのピスマメドフを含む世帯主数人を楽しませた。エカテリーナの望みは、息子のヨシフが司祭になることであった。彼女はピスマメドフの援助により、息子の教育に必要な金をどうにか貯めた。1888年、彼女は息子を、 ゴリの教会学校に入学させることができた。彼女の奨励により、ヨシフは16歳の時に、トビリ市にある、グルジア正教会の神学校の奨学金を獲得する。後年、息子のヨシフが共産主義政権を打ち立てると、ヨシフは母を、かつ鉄ツアーリの総督が使っていた、カフカースの宮殿に住まわせた。エカテリーナはこの宮殿内部の小さな部屋にだけ住み、 ここで頻繁に息子と息子の妻に対して手紙を書いていたと言われる。手紙はグルジアン語で書き、ロシア語を学ぶことはなかった。ヨシフは母が重い病気にかかっていた1935年まで母の元を訪ねなかったと見られているが、母からの手紙には返事を出していた。老年期のエカテリーナを診察した医者のエヌキパシーゼは、ヨシフがエカテリーナを訪れた時のことについて、 思い起こしている。それは、以下のようなものであった。ヨシフは母に質問した。ヨシフ、どうして、お母さんは僕をあんなにひどくぶったのエカテリーナ、そのおかげでお前は良くなったんだよ。エカテリーナは返答し、息子に聞き返した。エカテリーナ、今、お前はどんな仕事をしているのヨシフ、サーリを覚えてる僕は、サーリみたいな仕事をしてるんだよ。ヨシフは返答した。 これに対してエカテリーナは、お前は死祭になった方がよかったのにと述べた。夫、ビッサリオンが飛びり死に去ってから、エカテリーナは、息子のヨシフのしつけとして、言うことを聞かなければ容赦なく、原骨を向けてぶった。晩年の母を見舞った息子が、どうして、お母さんは僕をあんなにひどくぶったのですかと聞いたのはこのためである。この、ぶつ、というのは、育成を意味した。 1937年5月13日、エカテリーナは亡くなった。ありがとうございます。